しばらく道なりです。まあね、すごくね、伊豆スカイライン気持ちいいんですけど、ミニバンだと走ってても楽しくはないですね。はい、やっぱこういうとこはバイクとかね、なんかこうスポーツカー的なね、そういう車が爽快ですよね。かっけー、あれ加賀なね、348かなあれ。その先50メートルで左方向です。はい、どうも。はい、どうも。はい、どうも。ここでご飯食べていこうかなと。ちょうど今お昼ぐらいなんで、いや混んでるな。ご飯を食べていこうと思います。
どうでもない。さて、腹ごしらえもしたところで、伊豆一周ということでですね、まあどこっていうわけじゃないんですけど、いろいろね、この海っぺりをねぐるっと回っていこうと思います。いや、それにしても今日はあったけっていうか暑いな。さあ、やってまいりました。まだちょっと見えてないんですけど、大室山っていうんですかね。左です。うわ、すげえな。なんだこれ、初めて見ました。なんだこの山、面白い。とても不思議な山なんですね。面白かった。じゃあ次はですね、山と来たら海でございます。伊豆楽しい、伊豆最高。なんすかこれ、怪しい少年少女博物館、人間博物館、面白い。およそ 1.4km 先、斜め左方向です。さあさあ、海が近づいてまいりましたよ。お、カンポがあった。うわー、やべえやべえ、これ絶対渡れねえ。絶対渡れねえよ、あんなの。城ヶ崎の吊り橋、ちょっとね、あ、無理っすね。
いやー怖かった怖かったな高かったなその先200ということで左方向じゃあお次の目的地へ向かおうと思います。左です。あ、そっか、お金500円ですからね、これ高いですよ、ここ。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。